おはようございます。3月28日火曜日です。現在の時刻7時51分、7時51分ですね。7時半くらいにウバンをしまして、やっと今日の一発目、マクドナルド船橋日大前店が呼んでくれました。すいません、お願いします。お預かりします。8時4分マクドナルドさんの配達完了しました。おとといはね、仲の良かった友人の送別会、昨日はその人の引っ越しの作業の残りということでお別れが完了しまして、街の空気もね、ちょっと色が変わったように見えてしまうわけですが、長期休暇2週間取りまして、地元にずっと残ってた理由は、まあその引っ越しがあったからということで、縛り付けられる理由がなくなりました。というわけで今日はね、じわじわと西の方へ、都内の方へ向かって Uber やりながら移動していきたいと思います。誰が行くんでしょうか。お断りします。さて8時台も半ばになっておりますが、ろくな案件が飛んできてないので、そのまま西へ向かっております。最初にね、中尾東船橋店、20分で316円っていう、分単価16円にも満たないようなのを送ってきたのでお断りさせていただいた後、ロッテリア新津田沼店、これはね、行き先が最近わからない流行りのやつ、京葉道路千葉市って書いてあるやつですね。道路だけだと行き先よくわかんないんで行きませんし、まあそもそも千葉市だと逆方向になっちゃうんで取りませんでした。8時57分です。マクドナルド西船橋駅前店さん呼んでくれました。行ってきます。スリコです。ありがとうございます。じゃあお預かりしていきます。ピックアップ完了しました。雨が結構パラついてきてまして、天気予報も午前中は雨のようですね。まあ売り上げにどう影響するんでしょうか。手に割るウーバーさんモードですね。9時8分マクドナルドさんの配達完了しまして、ジュズってくれてます。スターバックスコーヒー西船橋メトロピア店、ただし14分で300円、スリコです。完全に割るウーバーさんですね。まあおそらくね、雨でお金報酬いっぱい払いすぎちゃったんで、そろそろ下げとくかみたいな、そんな感じじゃないでしょうか。こんにちは、ウーバーです。はい、ピックアップ完了しました。それにしてもこのオファーの時のね、道路名で出すのやめてほしいですね。今回の件だと一般県道若宮西船市川線って、わけがわからないんで。9時24分スターバックスさんの配達完了しました。西へ向かいます。おお、いいんじゃないですか、遠いけど。9時26分になってくれました。スターバックスシャポー市川店から、これ小岩行きなんで早くも都内に入れますね。行ってきます。スターバックスさんのピックアップ終わりまして、お届けが北小岩ということで東京に入ります。今市川橋渡り終わりますので、ここから先東京都ですね。9時58分スターバックスさん配達完了しまして、お次はジュズってくれてます。ミニストップ西小岩5丁目店さん、行ってきます。こんにちは、ウーバーです。10時13分ミニストップさんの配達完了しまして、お次もジュズってくれました。マクドナルド倉前橋通り北小岩店さん、行ってきます。はい、お預かりします。なんかいまいちな気がするけどな。10時29分マクドナルドさん配達完了しまして、次もマクドナルド、今度は東新小岩店さんですね。行ってきます。ちょっと待って、はい、
します。お預かりしていきます。10時45分マクドナルドさん配達完了しまして譲ってくれてます。次はモスバーガー新小岩店さんの1店舗ダブルにプラス1個トリプル、ジョナさんが追加、これはやめときましょうか。こんにちは。はい、モスバーガーさんのダブルピック完了してお届け向かってます。オファーはね、ジョナサンさんの追加トリプルがあったんですけど、お断りして正解だったっぽいですね。それなりの量あるんで、これにジョナサンでなんか大きめのでもあった日にはまたカバンに入らないよって話になってしまうんで、それとね、ダブルなのにそれなりの分単価出てたんで、わざわざトリプルで薄めることもないかなっていう感じですね。11時12分モスバーガーさんのダブル配達完了しまして、お次もすぐなってくれました。マクドナルド奥都街道店行ってきます。はい、お預かりします。ちょっと安いけどね、まあ行きますか。11時23分配達完了しまして、もう一度同じマクドナルド奥戸街道店呼んでくれてます。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。 近いから行こうか。11時43分マクドナルドさん配達完了しまして、お次も譲ってくれました和食佐藤さん、行ってきます。こんにちは。ウーバーイーツです。11時50分和食佐藤さん配達完了しまして、次譲ってくれてます。ジョリーパスタ新興岩店さん、行ってきます。よろしいですか。はい、じゃあ預かりしていきます。12時4分配達完了しまして、お次も譲ってくれました。先ほども言ったマクドナルド奥戸街道店再びです。行ってきます。あ、はい、はい、お預かりしていきます。一応そろそろそっち行きたいか。12時18分マクドナルドさん配達完了しまして、お次も譲ってくれました唐揚げの天才京成立石店さんです。行ってきます。丼ですね。唐揚げ特盛り丼。はい、はい、じゃあお預かりしていきます。40分唐揚げの天才さんの配達完了しまして、次が譲ってくれてマクドナルド東向島店さん、行ってきます。こんにちは、ウーバーです。12時53分マクドナルドさんの配達完了しまして、お次も譲ってくれました大盛りスタミナ肉丼ニンニク野郎新小岩店ということで、串カツ田中さんの別名ですね。行ってきます。お店がやってる気配がないんですが、ケチついたからね。
ウーバーイーツで2件分で来てます。ゴーシー。1時59分、陳来さんのダブル配達完了しまして、お次がアリオ北砂店のマクドナルドさん、行ってきます。あれ、今バッテリーが取った。はい、じゃあ、これ2つ渡しちゃった。あ、ごめんなさい、大丈夫ですよね。大丈夫そうですね。はい、申し訳ございません。はい、じゃあこれでお預かりしていけばいいですね。はい、ピックアップ完了しました。どうもトラブルが多いみたいですね。前の配達員さんにその番号の渡しちゃいましたということで作り直しでした。2時20分マクドナルドさん配達完了しまして、お次が PPDDW ですね。北海道ラーメン氷室亀戸店さんと天候府亀戸店さんの2つ、行ってきます。こんにちは、ウーバーです。はい、どうぞ。はい、お預かりします。なんでしょう、トラブルは連鎖するんでしょうか。ダブル配達の地点交付さん、亀戸店さんの方がですね、結局お客様が現れずというか、届けることができず廃棄案件になりました。10分タイマー。書いてある住所の場所行ってですね、ピンの書いてある場所じゃなくてちゃんとメモ書きに書いてある住所なんですが、行くとそこにはその建物はないと。両脇のマンションとかも確認したんですけども、やはり違う名前ということで、結局メッセージを送ろうが電話を送ろうが何の返信もいただけず、10分経過して結局キャンセルという形ですね。お願いします。お預かりします。非常に効率の悪い配達に今日はなってしまってますが、まあ、目の前にスカイツリーがそびえ立ってるんで気を取り直していきます。今その後になってくれたマクドナルド墨田文化オリンピック店、ピックアップ完了してお届け向かっているところです。ちなみに先ほどの片方廃棄案件になったダブル配達で今日の売り上げようやく1万円に到達ですね。かかった時間が7時間33分ということで、ずっと鳴ってたように思えるんですが、どういうことかっていうと、やっぱトラブルでやたら待たされたりとか、まあ、あと初めのうち単価が安かったっていうのもあるんですけれども、なかなかうまくいかないですね。3時15分配達完了しました。ちょっとねトラブルも多いですし、ここで一回休憩しようかと思います。はい、日大桜ヶ丘高校の桜並木です。はい、日大桜ヶ丘高校が映ったということで、ここもう世田谷区まで来ております。最後の配達したのが錦糸町のあたりだったと思うんですけれども、1時間30分から40分ぐらい使って、まあ、その間食事もとってますが、世田谷にたどり着いております。まあ、山手県内、東京のど真ん中はね、千葉県民に配達させてもらえないんで、世田谷までやってきました。もうそろそろウバオン再開しようかと思っております。5時28分です。 Uber 再開してから10分経ってないぐらいでしょうか、 PPDDW 飛んできました。韓国肉料理マシハナさん、一回行ったことあるな。それとピッツェリアタラリさんの PPDDW。 さてこの時間の祖師ヶ谷通り、まだ通れたっていうかな、通れなかったらちょっとめんどくさいんだけど、どうだったでしょうか。久しぶりすぎて時間が分かりません。ウルトラマンの像だけは見えますね。やはり祖師ヶ谷通りが16から18時、歩行者専用道路になってましたので、裏道くねくねですね。こんにちは、ウーバーです。はい、この番号なんでお預かりしていきます。使えないですけど2枚あります、はい、気をつけてお預かりします。
焼肉韓国料理マシハナさんとピッツェリアタラーリさんのダブルピック完了しました。どちらも通行止め中の祖師ヶ谷通り案件。5時51分ダブル配達完了しまして、次ジュズってくれてますタシムセキさん、行ってきます。こんにちは。はい、ウーバーの先ほど読み方を間違えてたような気がしますが、サムシセキさんのピックアップ完了しました。お届けがちょっと遠い洋画です。行ってきます。また通り名、まあ、サザエさん通りだから桜新町かな。はい、お預かりします。6時16分にサムシセキさんの配達完了しまして、その後をジュズってくれました大阪王将洋画店さん、今ピックアップ完了したところです。しかしお届け先、やはり予想通り桜新町でしたけれども、なんとか通りで出す意味って一体何なんですかね。なんか地名でやると行きたくないと思う人も、道路名だったら行くかもみたいな、余計なんか行かなくなりそうな気がするんですけど、どうでしょうか。6時28分に大阪王将さんの配達完了しまして、ジュズってくれたマクドナルド桜新町店、今ピックアップ完了しましてお届けに向かってます。6時35分配達完了しまして、お次ももう一回同じマクドナルド桜新町店さんです。行ってきます。163番です。お預かりしてきます。6時47分マクドナルドさん配達完了しまして、お次もジュズってます。とんかつ新宿サボテン桜新町店さん、行ってきます。はい、うーん、いろいろ突っ込みたいけど深さは行きたくないけどな。7時ちょうどにとんかつ新宿サボテンさんの配達完了しまして、次もジュズってくれてます。まあまあや深さは点ですね。ピックアップ向かってます。嫌いな246走ってます。こんばんは、ウーバーで来てます。はい、8マーマー屋さんのピックアップ完了しました。久々の現金案件です。まあ、気のせいではないと思うんですけど、世田谷来るとね、置き配率が圧倒的に高くて現金案件すごい少ないんですよね。配達員の割合にもよるのかもしれないですけど、千葉の方が圧倒的に現金案件多いですね。7時15分にマーマー屋さんの配達完了しまして、2分ほど置いてなってくれました。ヤローラーメン桜新町店さん、行ってきます。届け先がまた大倉通り世田谷通りって書いてあるんだけど、まあ多分、北の方に帰れるんじゃないでしょうか。はい、お預かりしていきます。桜新町に野郎ラーメンできたんだなんて思ってたんですけど、案内された場所がかなり住宅街の中で、と思ってたらやはりゴーストレストランさんでしたね。ピックアップ完了してます。お届け先がやはり大倉ということで北の方に戻ります。まあ、世田谷区の中でもうちょっと北の方に戻りたかったのは本心ではあるんですけど、桜新町周辺なかなかのラッシュだったんで、移動するのがもったいない気もちょっとしちゃいますね。また洋画に戻る。7時44分配達完了しまして、すぐに呼んでくれました大戸屋洋画店さんということで、結局また南の246方面に吸い込まれていくみたいです。こちらだけですね。はい、お預かりしていきます。しかしよくなるね。
8時4分配達完了しましてすぐになってくれました。究極のブロッコリーと鶏胸肉用合点、本当良くなります。こんばんは、ウーバーです。 F5ピックアップ完了しました。お届け先共同ということで小田急線沿線にようやくたどり着きますね。今夜の僕の寝床が千歳船橋駅のそば、小田急線沿線なもんで、まあ最後終わり間際はそっちの方向のがいいなと思ってたところです。8時20分配達完了してまだ数ずります、共同にある神谷さん行ってきます。こんばんは。番号お願いします。はい、お預かりします。8時32分、配達完了しまして、ここでようやくジュズレン止まってます。まあ、なってはいたんですけど、行けないというか遠すぎるとかで断ってしまいまして、その後止まってますね。やっぱ千葉とも、同じような感じで8時半過ぎるとある程度落ち着いてくるっていう感じみたいです。おわー鳴ってる。行きましょうか。はい、というわけで8時37分になってくれたのは PPDD 案件です。カマロチキン祖師ヶ谷大倉店さんと、さっきの1回行ったところピッツェリアタラリさん、まあ、カマロチキンさんもね、さっき言ったサムシセキさんの別名ですね。行ってきます。こんばんは。あ、はい、はい、間違いないです、はい、よろしくお願いします。じゃあお預かりしていきます。ダブルピック完了しました。この時間になると祖師ヶ谷通りも歩行者専用解除されてるので、まあ直接行けるんで少しは楽なんですが、相変わらず人が多いのでノロノロ運転しかできない状態は変わらないですね。でお届け先が千歳台と上北沢、ちょっとロングですかね。行ってきます。9時7分、ダブル配達完了しまして、次は決まってません。今日の稼働がね、10時前ぐらいまでしかできないので、まあ、あと40分ぐらいですかね。あと1件2件もしなってくれれば嬉しいんですけれども、目の前じゃないですか。こちらとこちらが温かいものです。はい、お預かりします。というわけで目の前で信号待ちをしていたローソン高井戸立教店さんが呼んでくれまして、ピックアップ完了したところです。お届けまた上北沢行ってきます。よくなるね。9時19分ローソンさんの配達完了しまして、まだ数ずります。ローソン上北沢店行ってきます。違った吉野家上北沢店、牛カルビスパイシーカレーとチーズ、はい、お預かりしていきます。ローソンさんではなくて吉野家さんのピックアップ完了しまして、お届けがカスヤですね。今日ねこれ映像には残してないんですけど、すごい鳴っててバンバン拒否してるんですよね。前世田谷来た時とか稼働した時ここまでなんなかったような気がしたんだけど、今日はなんか特別な理由があるんでしょうか。まあ分かりませんけど行ってきます。9時35分配達完了しました。もうウーバーさんからね、あと2時間切ってるよ、運転可能時間切ってるよってお知らせがちょろちょろ出始めてますね。ちょっと遠いなちょっと遠いな、でも行っちゃおうかな最後に。10分ぐらい間空きましたかね。千葉だと当たり前なんですが、なんか今日は鳴りすぎてたので10分空いてるとなんか鳴らなくなったなって思ってしまいます。で鳴ってくれたのが9時45分、最高級宅配寿司恋バナ世田谷店、最高級らしいんでちょっと運ぶの怖いですね。行ってきます。こんばんは。
ウーバーです。5D にピックアップ完了しまして、お届け向かってます。キムタ通り越して岡本、ちょっと遠いんですけれども、もうこれ最後で行ってきます。このナビ通り行くと多分曲がれないよね。原付だと厳しいな。10時ちょうどです。最高級なお寿司の配達完了しまして、今日の稼働はここで終了したいと思います。はい、良くなってくれました。昼ピークまではまあ確かに雨降ってて、小岩中心、まあやっぱなってはいたんですが、夜別に全然雨も降ってない、まあちょっと寒いっちゃ寒いですけどね。世田谷中心稼働良くなってくれました。もしかしたら八千代もいっぱいなってたのかもしれませんが、それでは簡単に結果発表です。今日は Uber Eats Only ですね。39乗車 27,38 円、20738で、オンライン時間が約12時間10分、走行距離が 221km ということで、まあ千葉から移動してるんで結構増えましたね。昼稼働がねトラブル続きだったことを考えると、これ結構やっぱいい数字出たなって思うんですよね。昼間3回トラブルありましたね。10分タイマー発動からの廃棄案件1件、それと串カツ田中さん、はい、ロングピックで行ったのにお店やってないよっていうのが1件で、あとはマクドナルドさんね、前の配達員さんに渡しちゃいました、今から作り直しますっていうのが1件、で今日からねようやく千葉を脱出したんですけれども、明日からもいろいろくるくる回ろうと思います。今週来週使って残りの有給休み期間、はい、いろんなとこ回って稼働してみたいと思います。今日のところはとりあえずここまでです。おやすみなさい。仕事の方はね今週来週お休みもらおうと思ってますので、明日からもしばらくくるくるいろんなところ回って稼働したいと考えてます。まあ、世田谷はね、まあ、ある程度土地勘が昔住んでたんであるんで大丈夫なんですが、知らない町に行ってどうなるのかって言ったところですね。はい、では今日はここまでにしようと思います。今晩は実家に泊まります。おやすみなさい。